ブラックムーンは日本の競争馬。主な勝倉は2018年の京都金牌。母のロイヤルアタックは2001年に生産されたジェネラスサン区である。現役時代は金沢競馬に所属し、北日本新聞杯で優勝。日本海ダービーでは2着となるなど6004勝という成績を残して引退、繁殖品馬となる。初年度から3年連続で、 つなぎ用先の田タ,タファームが生産したスターリングローズを種付けするなど5年間で2頭の大馬を競争馬として生産6年目の種付けではアドマイアムーンが選ばれ2012年5月2日ロイヤルアタックの2010人が誕生する牧場では順調に育ち大人しくてのかからない子であったという育成が施された後 立東トレーニングセンター所属の西浦勝一旧社の元で調教が行われる。黒い月に由来するブラックムーンと命名された。2015年2月8日、京都競馬場の神話戦に浜中俊が起乗し、単勝オッズ15.0倍の5倍人気でデビュー。勝利したベネトと同じ走破時計だったが、花さを呼ばずに着。しかし2週間後、 同条件である未勝利戦で勝ち上がる。500万円以下は3歳の秋3戦目で勝利し、続いて臨んだドンカスターカップでも勝利し、連勝で1600万円以下へ昇級。1600万円以下ではすべて着順掲示板に収まる走りを見せ、4歳の春、2016年3月の中山競馬場スピカステークスにてエアアンセムと頭の差で勝利し、 オープンクラスへ昇級した。続いて、オープン競争初めての出走となる、六甲ステークスで勝利したダロンディーバティ、二着のテームイナズマと同じ走破時計で入選したものの三着。オープンクラスで新たに賞金を加算することができずに、高級してしまう。しかし、高級初戦。 9月の西宮ステークスで改めて1600万円以下を勝利し、再びオープンクラスに返り咲いた。最小級5初戦は、重賞初出走となる富士ステークスに参戦し、ヤングマンパーに0.4秒離された6着に敗れる。引き続き、同条件のキャピタルステークスでは、最後の直線で大外に転じ、六甲ステークスで先着を許したダノンリーバティと、 テームイナズマを差し切り、2着テームイナズマに3場審査を、つけて勝利、オープン競争初勝利となった。それから、ヨナゴステイクスを、阪神1600メートルのコースレコードを10年ぶりに、更新する1分31秒9で勝利したり、中京記念で3着となるなど、マイル重賞に、定期的に参戦。5歳の秋には、マイルチャンピオンシップで、単勝17番人気の評価で、 初 GI 出走を果たした。2018年、6歳の初戦には2年連続出走となる京都金杯に、竹豊が初めて起乗し、単勝オッズ6.24倍の4番人気の指示で出走。馬群が縦長となる中、最後方から進み、他よりも早く追い上げを始め、最終コーナーにて先行勢を視界に捉えると、最後の直線侵入し、 バグンの一番外側から差し切り、内側から伸びたクルーガーに4分の3馬身の差をつけて勝利、24戦目で重賞初制覇を果たした。武豊は前年のエアスピネルでの制覇に続いて、京都金牌連覇、並びにデビューの年から32年連続重賞勝利を樹立した。部は今年もブラックの年にしたいと前年の有馬記念で勝利し、 引退となった北さん、ブラックになぞらえて発言した。以降、獲得した賞金でもって、安田記念、天皇賞、マイルチャンピオンシップと積極的に GI 出走をこなしたが、すべてに桁着順での敗退。1年以上の休養を挟んで、リスペット競争、マイルのローカル住所への出走を続けるが会での敗退が続いており、 京都金杯以来の新たな勝利には至っていない。西浦勝一調教師の定年に伴い、2021年3月より辻野康幸旧社へ天馬屋となった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。